今回は資格が役に立たないという人が後を絶たない理由を考察するというテーマです。私のチャンネルでは同じ話をもう何度もしてきているので、いい加減こういう話から卒業したいと思っているんですが、私の思いに反してこういうコメントをしてくる人が本当に後を絶たないんですね。でもう2年も YouTube をやっていると、この手の質問をしてくる人たちに共通して見られる特徴というのもありまして、それがもう私にはよくわからないんですが、とにかくいきなり上から目線で、もう口調というか文章に汚い言葉を使って、品がないとか丁寧さのかけらも感じないというところですね。ソーシャルワーカーという職業は、施設でも医療でも行政でもどこで仕事をするにしても、職場の中だけでなく外部の人とも関わるわけで、要は組織の看板を背負って仕事をするわけですから、普段の言葉遣いがなってなくて、しかもそれが社会福祉士の有資格者だというのであれば、私ははっきり言いますけど、社会福祉士の倫理綱領も守れないどころか、ごく当たり前の人としての礼儀すら尽くせない人が相談業務につけないというのは、ある意味当然だと思っています。冒頭から正直どうでもいい話になってしまいましたが、とにかく資格を取ったけど役に立たないという人の主な意見としては、昔も今も変わらず、この資格は名称独占だからというところですよね。ただこれに関してはもう特にここ数年で資格がないとつけない仕事が増えていますから、資格がなければできない仕事ということであれば、それはもう実質独占業務の仕事が増えていると言って差し支えないんじゃないですかね。あとは名称独占の資格は社会福祉士に限らず他にもたくさんあって、まあ何でも同じことが言えますが、例えば調理師の免許を持っている人がみんな同じ料理を作れるわけじゃないっていうのと一緒で、結局は生かすも生かさないも全て自分の考えと行動次第で、資格というのはあくまで自分の仕事や活動に対して社会的信用を与えてくれるものに過ぎないわけです。で、私が素朴に疑問に思うのが、こんな資格は役に立たないよっていう人が、役に立たないと分かった上で資格を取ったのか、あるいは役に立たないと知らずに資格を取ったのか、まあ一体どっちなんだってことなんですよね。ちなみに現役の学生さんの場合だと、もともとそんな資格取るつもりはなかったけど、たまたま受験資格があるっていうことが分かって、まあ取れるなら取っておこうかぐらいの感じで資格を取るというのはよくあることだと思いますが、私のチャンネルは圧倒的に社会人の視聴者さんが多いですから、社会人になってからわざわざ時間とお金をかけて仕事の役には立たないことは分かった上で、自己検査のためだけにこの資格を取りに来るという人は、まあいないことはいないんでしょうが、割合としてはかなり少ないと思うんですよね。でこの場合、一番の役に立たないと分かっていたけど資格を取ったということなら、まあ私は別にそれで何も問題はないと思ってますが、2番の役に立たないと知らずに資格を取ったということであれば、それは非常に残念というか、そう思うっていうことは、資格を取る前は資格に対して何かしらの希望や期待があったということの裏返しになるわけですから、それは大変お気の毒な話になるわけです。あとはちょっと前の動画で言ったことの繰り返しになりますが、資格を取ったけど役に立たないと周りに言えば言うほど自分は資格を生かす能力がない残念な人だという印象を周りに与えてしまうことになるので、その自覚があって言ってるなら私はもう何も言うことはないですが、ただこの場合その自覚があってあえて言うっていうのもなかなか考えづらいことですから、ここではそういう人を、犠牲者と書きましたが、要は自爆してることにすら気づけてない人をね、一人でも救えたらいいなという思いでこんな動画を作った次第です。というわけで、資格があるだけでは役に立たないというその理由ですが、それはなぜかというと、資格は物だから、物が自分の価値を高めてくれるわけじゃないということですよね。まあ物が自分の価値を高めてくれるというのであれば、物をたくさん持ってる人ほど社会的成功を収めやすくなることになりますし、まあ分かりやすいところで言えば、
例えば高級ブランドバッグをたくさん持っている人はみんな誰からも愛されて尊敬もされる人になるわけですが、実際は必ずしもそうではないわけで、資格の話に戻ると、世間を見渡せばむしろ資格をたくさん持ってるから社会的に成功を収めてるとか、資格がたくさんあるから収入がずば抜けて高いなんていう人を探す方が難しいという現実があるわけです。それから私のチャンネルに寄せられるコメントで最も多く見られるのが、介護の仕事をしています、社会福祉士は持っていますという意見なんですね。ただ介護のお仕事を介護福祉士として見た場合、人数は社会福祉士の7倍近い人がいますので、この割合で見れば介護の仕事をして社会福祉士の資格も持っている人がたくさんいるのは何ら疑問に思うところではないんですが、ただ資格は取ったけど仕事に就けません、どうしたらいいですかと聞かれると、これは仕方ないでは済まされない話に変わってしまうんですよね。で、この場合、介護の仕事をしています、社会福祉士は持っていますというコメントを私が見た時に、私はこの言葉をどう受け取っているか、そのイメージを楽器に例えて皆さんに説明すると、私はドラマーです、ギターは持っていますという話になります。まあドラムもギターもどちらも楽器で、音楽という分野で使われることに変わりはないんですが、まあ介護と相談業務というのも同じ場所にいたとしてもそれくらい役割、つまりやってることが全然違うということです。ただ音楽にも音楽理論とかリズム感のように楽器の種類を超えて共通していることはいろいろあるわけで、そうですね、例えばドラムを叩ける人が初めてギターを触る場合も、まあさすがにね、いきなり F のコードを押さえるとかバリバリのソロを弾くっていうのはまあほぼ不可能だとは思いますが、ただ何の楽器もできない人よりは上達が早いということは当然あるわけで、つまり介護職の経験がある人が相談業務に就く場合も似たようなことは当然起こりうるわけです。ではドラマーがギタリストに転身するにはどうしたらいいのかという話ですが、まあこれに関しては、とにもかくにもギターを練習しないことには始まらないわけで、まあ例えばの話、誰に聞いてもらわなくてもいいから自分の部屋で自分が弾きたい曲だけ弾ければいいっていう人なら話はここで終わるわけですね。つまりプロのギタリストになんかならなくても趣味の範囲で楽しく弾ければそれでいいという話ですね。でもそれだけじゃ満足できないという人が実際にいるわけですから、じゃあ次に何をしないといけないかというと、一緒に演奏するバンド仲間を探さないといけないですよね。ただギタリストの場合はソロで活動もできますから、その場合は自分で歌を歌いながら自分でギター伴奏をするスタイルもあると思いますし、それを仕事に置き換えるならまあ独立するってことですかね。ただそもそも社会福祉士の資格だけで独立できる人は、どうしたらこの資格で独立できますかみたいな質問はしないですから、独立できるならしたいと思って人に質問をしちゃう人は、質問をしてる時点で独立は諦めた方がいいという話になります。いずれにしてもギタリストとして活動するには、とにもかくにも人前で演奏できないといけないわけで、楽器も相談業務も実際の現場でやってみないことには経験は積み上がらないわけですね。でプロになった後もミュージシャンは漏れなく全員演奏と練習を引退するか倒れて体が動かなくなるまで延々と続けるわけです。で人前で演奏したことがないミュージシャンがいきなり大きなステージに立つことはできないわけですから、どんな有名なミュージシャンでも最初のうちはそれこそ路上ライブとか初心者でも出演できる小さなライブハウスからスタートするんですが、みんなステージに立つ前の仕事を探すというところでつまずいているわけですね。で私が思うに、どうも相談員の仕事に就けないと言ってる人の多くが、それこそ東京ドームとか武道館とか身の丈に合っていない場所をデビューのステージに選ぼうとしている人が少なくないように感じるんですね。もちろん自分が憧れるステージがあってそこに向かって頑張ることは何も悪いことじゃないですが、ただ自分で仕事を選んだ挙句に結局何の経験も積めないまま時間だけが経ってしまっているというのであれば、
まあそれはそれでその間の生活が成り立っているという見方もできますから、本気で自分の人生を変えたいと思っているのか、仕事の選び方が間違っていないのか、いろいろ見直す必要があるかもしれないですよということです。ではかくいう私はどうだったかというと、30代半ばに福祉職の経験ゼロで福祉系大学に編入学をして、まあ10年前もね、今と同じように資格はあるけど役に立たんと言ってる人たちはいましたから、まあそういうことを言う人たちの考え方とか行動を自分なりに分析した結果、資格を取得してから転職活動をしたらうまくいかない可能性が高いという結論に至りまして、それでとにかくもう早くステージに立って人前で演奏する経験を積んでいかないと、今すでに実務経験を積んでる人たちとの差がどんどん開く一方だということにもう危機感を抱いたわけです。で、私はそれからどうしたかというと、実用的な知識を身につけるために入学してから半年で当時の仕事を辞めることにして、それから職業訓練で他の福祉系の資格を取得することにしました。ちなみに私の場合は訓練期間の間に介護職員初任者研修と福祉用具専門相談員、それからいざという時のための普通救命講習、あとは福祉住環境コーディネーター2級ですが、今ここで挙げた資格は当時の何の知識も経験もない自分に自信を持つために取ったものですから、まあ考え方は人それぞれですが、仕事に直結していない資格をあえて公表する必要性というか意義を私は感じないので、まあ今挙げた資格についてはプロフィールでは省略しています。で、そんなこんなで国家試験を受験する前に転職して、試験に合格して資格の登録をした時点で相談業務の経験年数に社会的信用がプラスされる形になりまして、これはつまりどういうことかというと、資格を登録した瞬間に私は相談業務の経験がある有資格者として、さらにより良い環境に移るための転職活動ができる準備も整っていたということです。で、それから間が空いた昨年に精神保健福祉士の資格も取りましたが、その時も資格を取る前から精神の分野に関わる仕事を始めていて、社会福祉士と同じように精神保健福祉士の資格を登録した瞬間に私は実務経験がある有資格者となって、それで今はもう社会福祉士ではなく精神保健福祉士として仕事をしているわけですが、ただ今回の話の注意点として、他の人が私と同じようにやったからといってそれが必ずうまくいくとは限らないということです。あとは YouTube とかネットのコメントを見ていると、メンタルがだいぶやられてそうだなとか、何かしらの特性があるっぽい人だなとかね、文字だけでも結構伝わってくることがありますので、で、前の武井壮さんの話で引用した元の動画でも、武井さんが視聴者さんに対して、おい、うつの人多いなって言ってる場面があったくらいですから、少なくともうつ状態の人が無理をすると症状が悪化するだけなので、そういう人はもう人助けを考える前に、先に自分自身を何とかしてあげてくださいということですね。それからこれは相談業務に限らずどんな仕事にも適性というものはありまして、さらに相談業務も案外ブラックな職場が少なくないですから、メンタルやられて仕事が続けられなくなってしまうくらいなら今の仕事を続けた方がよっぽどいいっていうことにもなりますし、まあ今の職場は嫌だけど、でもかといってね、相談業務にもつけないということなら一旦福祉から離れるというのもありなのかもしれません。まあこれに関しては正直何が正解という答えもないので、どんな結論を出すにしても人に言われたからではなく自分自身が後悔しない生き方をしてもらえるといいのかなと思います。それでは最後に、ご存知の方も多い名の知れた方の名言を3つ取り上げてこの動画を終わりにしたいと思いますが、まずはじめにユニクロの創業者でおなじみの柳井さんですね。私は別にユニクロが好きとか柳井さんを尊敬してるとか全然そういうことはないんですが、ただ柳井さんのこの話は、まあ本来ならね、私が取り上げるまでもない成功法則の核心に触れる超有名な話で、まあ世代が変わったところで言うと、ホリエモンとかオリラジの中田さんも基本同じことは言っていますね。
で、その内容が、僕はずっと失敗してきた、今までのどのビジネスでも1勝9敗くらい、唯一成功したのがユニクロですというお話で、これは転職活動でも同じことは言えると思いますが、仕事が見つからないと言ってる人が実際に何件くらい応募しているのか、それは聞いてみたいと思うことはありますね。続いてはジャパネット高田の元社長さんのお話で、できないと決めているのは誰かというと自分自身なんですということで、先ほどの柳井さんの話と合わせると、まあ成功するまでね続ければいいだけで、でもその成功にたどり着く前にできないと決めているのは他の誰でもない自分自身なんですよということです。それではこちらが最後のお話ですが、作家の中谷明弘さんの言葉で、運がいい人も運が悪い人もいない、運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけだ、常日頃から自分は運がないと思っている人は、そう思ってしまうようなことを自分で引き寄せる発言なり行動が習慣になっている可能性も否定できないので、まあ自分の癖を自分で客観的に見るのは難しいかもしれないですが、今の話を聞いて自分のことを言われているように感じてしまった方は、こういう話も頭の片隅でも良いので気にしておいていただけるといいのかなと思います。というわけで今回のお話は以上となります。内容についてのご意見ご感想がありましたら、ぜひコメント欄までお寄せください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。